ピセラ TV。 この感じで明るく、ちょっと私は可愛い可愛い感じがこうできます。あ、それ吊るしとこうかな。可愛いで、うん、これお茶を映った方がいいの？これいいよ。あーすごい、これでお茶を映んない、うん、なるほど。あ、なんか優しい気持ちになる、この音。本当でも浄化してるから、うん、常に鳴らしながら歩こうかな。ちっちゃいやつも街で有名になりますね。チリンチリンおばさんみたいな人がカラス山にいた。そう、これ占い始め、占い始め、ね、始めもしかして始めるんですか。僕できるのマージャンぐらいですか、ね、あ、マージャンです。すごい、逆にすごい、それもできない。私がさっき読んでたやつ、神との対話あるじゃないですか。え、こんなでかいなんだ。何巻まで読んだかな。途中、なんかね、1と1,2,3 まで読んで、その後ね、なんか全巻揃わなくて、結構出てますよね。8巻ぐらいは出てますよね。なんですかね。でも、すごい私の中でざっくり要約すると、なんかこう、これなんですよ。ちょっとね、あのすごい本ですよ。ちょっとマニアックかもしれないけど。でもこれ読んでるのすごいですよね。なんか文章とかが英語を訳してあるからすごい難しくて、で宗教的な言葉が出てくるから、うんうんうん、見たことない漢字がいっぱい出てくるんですよ。まあ、これはもしかしたら読みやすくなってるかもしれないけど、もうこんだけ分厚いと思う、もう 厚さでもうやられちゃいますよ。でもこれ大きさいいから、私買った時ももっとちっちゃいこういう本 で、 あ、そうなんですよ。老眼には苦しいから。老眼にはこれかなりきつい。いや、これまだ字大きい方ですよ。え、さっき言ってたシークレットもあるんです。ザ・シークレット、あんじゃん、左から3番、みんな同じだの、うん、あ、これ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 、私の人生もこれで大きく変わった。すごい、本の障害なし、確かに。そうだったよね。そうだ、でめちゃくちゃ本いっぱいありますね。好きなんですか、読むの。ねえ、僕もまあマッサージ系の本は好きなんですけど、ね、うん、あ、霊気いいですね。まあ、でもなんか私鍼灸じゃないですか、こう今学んでるのは。鍼灸ともなるとやっぱ気なんでね、気を動かしていくっていうのができないといけないので。じゃあ東洋医学。あ、本当にね、これがあったら私テスト落ちなかったかもしれない。もう今ね、厳しいテストに、いや、もうめちゃくちゃ何回もしてますよ。あの、な、追試再試。あ、なんかすごいこれ分かりやすくなってますね。まあ、あともう地名山系のやつ、うん、すごい、タオ、タオ、人間医学、人間医学。そう、なんか私さっきからアクページアクページ、おまたおっぴろげとかばっかり分かるんですけど。なんかまあうっかりそこばっか開けてるんですけど、大丈夫ですかね。もっとすごい。ちょっとあまり映像にはできない感じ。すごい、もろそれな感じなのな。え、でもこれすごいですね。卵巣エネルギー高めるをいきなり開けたけど、私卵巣取ってるじゃないですか。うん、うん、ねえ、ねえ、そうですね。でもね、ないんだけど、ないと思ってないんで、あんまり。そうですね、なんか、うん、触ってみると、その、まあそうね、ぽっかりとね、うん、空間みたいにね、空いてるとこあるんですよね、卵巣取った人とか。あれみたいな。これもすごいですね。私の、ちょっと尊敬する先生が、なんかそのセックスについての本も、あ、言っちゃいけないんだけど、これ本を出してらっしゃるんだけど、うん、そうそうそう。でもその先生がただそれをなんかその色でおかしく書いた本じゃなくて、実はなんかで結局その続きが出せなかったんですけど、第一版で終わっちゃったんですけど、2版3版出したら3の時に高齢者の性のあり方って本を出す予定だったんですよ。すごい読みたくないですか。これもそうですよね、うん、男性の気の回りと女性の気の回り、うん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 、これがくっついてっていう、どういう形が気の流れが良くなるかも。へえ、本の紹介をしておりました。本の紹介、本の紹介、あ、なんか深い本を紹介させていただきました。タオ、はい。でもここに癒され過ごしてるわけですね。あ、そうっすね。ねえ、 DVD なんかも、カルサイネーザーとか昔、だいぶ色あせたやつか。なんか、この絵が
地味になんか面白いですね。まあ中身も面白いですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、これはじゃあ DVD で見れるやつだもん。さあさあ、じゃあそろそろ本編ですね。そうですね、はい、じゃあまた撮ってきますので、またね。ゆるいゆるい。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。